今では買えない無限の3連メーターがついております。いい音がするね。 VTEC 入った時、車の話坂戸店のコーナーです。始まりました。今回も一人でやらせていただきます、山中です。今回はですね、アヘッドの在庫車紹介ということで、じゃじゃん、ホンダシビックタイプ R です。この車は K20A を搭載している最強の NAVTEC です。なので、まあ、そんなね極上の今日は FD2 シビックをご紹介をしていきたいと思います。まあ、ついてるものとしては、まず、外装、まずは無限のリップスポイラー、無限のサイドステップ、まあ、あとはね、ここのフロントのグリルのところ、純正はメッキなんですけど、これがカーボンのカバーかな、これ、あ、カバーですね、カバーがついてます、はい、あのね、とんでもないもの1個ついてるんですよ、これです。皆さん、このマフラー超高級品ですよ。なんと定価で30万円オーバーのサクラムのマフラーがついてます。もうサクラムといえば、もう音にもうこだわってこだわり抜いた、そういうね開発をしているメーカーさんのマフラーなんですけれども、ちょっとねどんな音なのかっていうのをね皆さんに今日お届けしてね、この VTEC の魅力ですね感じていただきたいと思います。今では買えない無限の3連メーターがついております。水温、油温、油圧ですね、はい、これも今皆さんヤフオク、メルカリで調べてください。とんでもない値段で取引されてますっていうのがねついているお車なのと、まあ、あとはですね、そのこれね足は純正じゃなくてクスコさんの足入ってるんですけど、クスコさんの、イーコン2っていう減衰力の調整する、電子でできる機構がついてます。まあ、やっぱりねこの車はね 音とかね走りでなんぼだと思うんで、まずエンジンかけてみましょうね。ああいい音がしますね、非常に。まあ、ちょっとね今暖気しないといけないんで、ね、あれなんですけど、あとねペダルがね実はねオルガンなんですよ。オルガンだと煽りやすいのか煽りにくいのかっていうのはねちょっと気になるんですけど、まあその辺はね乗りながら確認していきたいなというふうに思います。最初にエンジンのことを言っておきながらボンネット開けるの忘れてました。ドノーマルです。まあ綺麗だと思います、正直。はい、まあ多少ね結晶塗装が剥げてる部分はありますけど、正直状態としては非常にいいのではないかなというふうに思いますね。はい、この K20A エンジンの最終型で、この車なんと225馬力もあるんですよ。 NA の2リッターで225馬力ってすごくないですか。リッター100馬力オーバーですよ、とんでもないエンジンですよね。であとは、あそうだ、この車でいうとブレンボの4ポットのキャリパーが純正で入ってます。よく聞きます。はい、当時ねこれが出た頃は当時ね純正で入ったタイヤもグリップ力高いこともあって、格上車両にもねこう食らいついていくこのシビックタイプ R の姿、皆さん印象的だったのではないでしょうか。はい、そんなねシビックくんの走りをこれから体験してみたいと思います。あ、意外と普通、なんかねもっと硬いもんだと思ってました。いや硬いんですけど、なんだろう、もっとね突き上げる感じかなと思ったんですけど、意外とねこのクスコの車庫調に変わってるからなのか、ちょっと硬いぐらいかなっていう感じですね。いやギアもね全然引っかからないし、今冷感なんでもう少しねギア入り悪いかなと思ったんですけど、すごくスコスコ入りますね。結構ロードノイズは正直拾いますね。やっぱりね軽量化のためにいろんなもの省いてるでしょうから。あ、ただ結構ゴツゴツしてるな、やっぱり。なんだろう、不快とまでは言わないですけど、結構ね、やっぱ体が揺れるぐらいにはこう足は硬いですね。一人で乗ってる分にはね、正直そんなにこう乗り心地の悪さは感じづらいかなと思います。いやこれはね街乗りのインプレッションじゃなくて、
ワインディングとかサーキットでインプレッションする車ですよ。おお、いい音がするぞ。直線が足りないぞ。するね、Vテック入った時。でもなんだろう、いい音がしてうるさいかなって思ってたんですけど、全然ね、音量的にはね、なんかこうジェントルな領域の音ですよ。正直全然うるさくはないです。本当になんかこう楽器を奏でてるみたいな、そういう感じの音ですよね。はい、ということで FD2 のシビックタイプ R 乗ってきました。いや本当にね、なんだろう、レーシングエンジンみたいなね風だってよく言われると思うんですけど、なんかね下からのトルクがすごくあって、街乗りもすごくしやすかったですし、あのね回した時の素晴らしい音、最高です。あのね、他に言葉いらないです、最高です。はい、というわけでね、こちらのシビックタイプ R、平成19年式のですね前期型になるんですが、93,000km、修復歴はもちろんありません。ノーマル、無限のパーツ多数ついてます。サクラムのマフラーもついてます。乗り出し総額298万円でご案内をさせていただいております。ぜひお問い合わせお待ちしております。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあお客様に対してまあチューニングであったりだとか、一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヨギさん、どんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして、手厚くいろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスト、ブレス、ああ、ブレスさんですね。はい、板、ね、はい、金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット車買い取り専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。